こんにちは。ハワイトーコナの今日はバリ会でございます。フロントから入ったことすればなかったよねと思って、ちょっとフロントの方もね、ほらザ・ホテルコンドって感じですよね。今日はね、こちらのオーシャンフロントの物件の売り出しがありますので、そちらをご案内いたします。ポケシャックに人がいないからもう売り切れだと思うよ。今回のユニットポケシャック側だった、私向こうの方に止めちゃった。こっち側です。もうちょい322、あと2つ。オーシャンフロントワクワク。はい、ユニットの入り口でございます。風通しがめちゃくちゃ良くて、ちょっと音がうまく聞こえてたらいいんですけれど、壁がねニュートラルカラーに綺麗に塗り直されてます。あとね、分かります、このタイル綺麗ですね。この横のここの部分まで綺麗にタイルになってます。先に申し上げます、短期分け連可能です。家具付きでの販売となります。まず手前、ベッドルームですね。うわ静かだ。これね、バケレンで今稼働してないんですが、バケレンのライセンスの取得がね今とても早くなってきてるので、以前はね半年ぐらいかかったりとかあったんですけれど、取得のお手伝いもちろんいたします。それからここはもうホテルコンドでございますので、先ほどね、通ったロビーのところ、あそこでもうすべての丸投げ管理が可能でございます。数字とはね、フローチャート、ごめんなさい、スプレッドシート必要な方は個別にお問い合わせください。設備見ていきましょう。こちら収納ですね。いや綺麗にリノベされてます。バケレンじゃないですか。まるでソフトでした。かっこいいですね。とっても綺麗です。ここもね綺麗なタイル、これ私も好きなタイルです。でも相変わらず誰も聞いてないと思うんですけど、こういうとこにキー置くとさ、カビとかね心配にならないのかなとか余計なこと考えちゃうんですが、おっとウォシュレット風なものがついてますね。なるほどなるほど。ちょっとねニュートラルカラーでいろいろ素敵ですよ。でここにもねこのように収納があって、違うウォッシャーとドライヤーですね、アンド収納でございます。そして、ウォーターヒーターですね、温水器で、何よりも魅力はこれです。風がすごい、もう分かります、あそこの電気が揺れてる。素晴らしいオーシャンフロントです。ちょっとその前によだれが出てきちゃった。キッチン見ていきましょう。綺麗ですね。これナチュラルカラーに、これ石ですよ、新しくなってます。素敵な石ですね。これ多分ソフトだと思いますよ。全然違った、失礼バンだって、失礼失礼失礼。本当すごい綺麗ですよ。でもこれ全部綺麗になってますね。これバケレンしてないんだ。意外です。電子レンジ、オーブンが若干ちょっと年季ってるでしょうか。でもいや綺麗ですね。掃除しましょうっていう感じかもしれないです。 LG の食洗機と、それから、ステンレススチールの、冷蔵庫とね、こちらがキッチンの装備でございます。大きなねカウンターがこうガーッとありますので、ここでね、食事できるよねっていうふうに思います。なかなかスタイリッシュでね、これ全部家具付き素晴らしいですよね。一面このね大きな、タイルでございます。いやーこれは素敵です。ちょっとこのラタンのねこのわかります、風通しが本当素晴らしいので揺れてます。ファンいらないって感じですね。リビングの端っこから見るとこのような感じでございます。
そして最後にとっておきのこちらラナイでございます。もったいないこのサーフボード、使えるよこれ。オブジェクトにしちゃってるの？まあまあいいけど、はい。いやー素晴らしいですね。あ、すごいかわいい。これテックスドライブインだって、かわいいですね。いや素晴らしいです。今日もね風もあるし波もあるし、こちらですねワンベッドのユニットなんですが、粉張り替え3階の物件になります。オーシャンフロントです。建物は1976年築ですがリノベ入ってます。月額の管理費はおよそ810ドル、60平米ですね。何者にも代え難いこの見事すぎるオーシャンフロント、このビュー美しい。あ、失礼、お値段を忘れてましたね。はい、お値段はですね、75万ドル、円安が止まりません。日本円ですとおよそ1億と2000万円での販売でございます。それでは皆様、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。今日はハワイ島コナの、アリードライブ沿いバリカイ、こちらのオーシャンフロントの物件をご紹介いたしました。それではまた皆様、良い一日をお過ごしください。アロハ。てな感じでね、ポケシャック売り切れみたいな感じで、歩いて帰ります。すっごい余計なこと気にしちゃうんですけど、自分で毎日住むってなるとやっぱりちょっと掃除が塩害すごそうだよねっていう、そういうの心配しちゃうんですけど、どう思います？はい、プールです。見りゃわかるっちゅうのね。そう、前ねだって私鎌倉のね、ちらっと前言ったような気がするんですけど、由比ヶ浜の本当に坂下のすぐそば、歩いて100ちょいメートルぐらいのところに住んでた時、台風とかねすっごい嵐になるとこう雨がねしょっぱいんですよ。えって思うでしょ、しょっぱいんですよ。それが風でね塩が巻き上げられるんですね。まとはいえ、はい、今日はこちらの素敵なホテルコンドバリカイからお届けいたしました。投資物件にもぜひおすすめです。ではではまた。